おはこんばんちは、春川龍でございます。信長ナバーハロー。今回はシーズン5開幕ガチャ無双ということでガチャ会でございます。伊達政宗待っとるよ、いっぱい引いてやるぞはい、それでは早速行ってみましょう。はい、ではまずですね、大名家順位とか、あとは一門勲功ランキング、これのね、ハギョの感情をまずメールからゲットしまして、ガチャをやっていきましょうと。まあ、ちょっとガチャ行く前にね、どんな武将が登場したのか楽しみですねと。これかな？五条武将見てみましょう。桜小次郎、伊達政宗。お、津軽為信、天賦900。南部原政、天賦900。当たったぞ、この辺は。見ていこうか。天地人に制せられずということですね。ちょっとごめん、これわかんないや。後で調べます。攻撃対象が部隊の場合、対象を含む敵3部隊に小鎮同様を付与。わあ、同様。15秒。で、知力 300% 攻撃。あ、強いね。普通に強い。まあ、間隔35秒か。なるほど。あやかけ。強圧？待ち伏せ命令実行中の部隊に対するダメージ 1.2 倍と。めちゃくちゃ攻めるよっていう部隊ですね。あ、グラも神聖と一緒だ。カムみたいですよね。これかっこいいよね。よーし、いいぞ。で、南部春政と、道行く月と、味方3部隊、先方威力3%以下の敵3部隊に恐怖を付与して、冬 250% 攻撃か。恐怖はあれですね。通常攻撃ができなくなるやつ。で、制圧命令実行時、先方威力が 375% と。あ、発動間隔30秒じゃん。強っ、これ。これ強っ。牙なんだ。へえ。これはヘイドン。つながった配置の武将と同じ NC が2以上の場合、敵で網受け領土内での戦闘時通常攻撃の対象プラス1。強いぞ、これ。おい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 、南部春政。あ、これシングラだね、多分。いい技能もらいましたね。南部春政も当たりじゃねえか。で、最上義明。あとは、お、いた !850。安藤近杉。都政北天。自身と一門者を含む味方3部隊破壊 25% 上昇、堅固不要、敵2部隊に破壊 200%。 あ、破壊なんだ。え、破壊なのに足軽 A なの？え、威風と器用と。なるほど、まあまあですね、安藤近瀬。あとは、お、当たりまくりじゃねえか。今のところ全部当たってるぞ。あ、鬼庭綱元とメゴ姫か。 SR からの昇格ですね。テンポ800、再起腹痛、鬼の一手。あら、味方3部隊に攻撃武勇知略 25% アップ、バッファー。なるほど。4270低いな。で、メゴ姫、騎士の誓い、対象を含む敵2部隊の知略を 25% 低下させ、知略 200% 攻撃、自身と一門将を含む味方3部隊に 15%。 あー、回復もらったね。まあ、テンポ800になって捕獲した。あ、内助中退じゃねえか。牙 S、 鉄砲 A。なるほどね。なるほど。あとは以上ですね。ちょっとこれ変えよう。これ、この、これにしよう。うん。いやー、なるほど。ほぼ当たりましたね。さすがにね、SR からの昇格があるとは思ってなかったですね、今回。なので、鬼やつなものとはメゴ姫は外しましたが。まあ、でも、南部春政、津軽為信、安藤近瀬は当たったのは嬉しいですね。うん。もう満点に近い当たりと言っていいんじゃないでしょうか。ただ徳川家康の得意兵家違いの武将は出てこなかったですね。なるほど。うん、今回の主人公は東北ということですね。はいはい、わかりました。それでは早速ガチャ引いていきましょうか。うん、まず焦点で、破行の感情用のガチャ券を、全部買います。20枚買えますね。はい、それでは早速やっていきましょう。まず、ハギョ投与からやっていきましょうか。うん。影響割合と。まあまあ、0.033 とかですよね。まあ、ですよね。うんうんうん。で、10連ごとに、シーズン後の、あ、じゃないや、10連ごとに SSR 確定で、20連で、シーズン後の SSR が確定と。まあ、とりあえずシーズン後の武将誰か一人は出るよという感じですね。じゃ、それでは早速行ってみましょう。まず10連。任せて。はい、SSR 確定なんで。おっ
と、いきなりテンプ900確定だ。しかも2回振る。これは幸先よしこちゃんだ。お、これはこれ頼むよ。メゴ姫だよね。まあ、この辺はポタもないでしょう。行きましょう。とっとと。はい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 。あ、SR 新しいの入ったか見てなかったな。多分ないけど大丈夫かな。さあ、ここまず1人目秀吉。これがテンプ900か。なるほど。まあいいでしょう。で、次。さあ、ここ。メゴ姫だったら嬉しいよ。待つ。待つ。まあまあいいでしょう。テンプ900の秀吉が出ただけでも OK。よし、次。ここは、シーズン5の武将誰か来るよと。あー、SSR じゃないや。テンプ900は、ちょっと来ないかなと。いうところか。うん、この5人目が確定枠ですね。あ、10人目か。10人目が確定枠ですね。はい。まあ、この辺飛ばしましょう。ボタンないでしょう。はい、ここ、姫。誰？大市。メゴ姫来いよ、流れ的に。まだシーズン1の武将しか出てきてないよ。さあ、次は誰ですか？さあ、ここ、シーズン5、確定、武将。安藤地下生か。まあまあいいでしょう。850ですね。あ、まあ20連。まあまあ、幸先いいんじゃないですか？さあさあ、続きやっていきましょう。まず、名称投与。あ、そうだ、ごめん。あれだ。アイテムで箱開放してなかったわ。これ。名称投与場全部。これ300連どこじゃねえな。あとは、これか？これですね。これも名称投与場にしちゃいましょう。さあ、行きましょう。名称まで1回ですね、無料。まあ、ここはいいかな。うん、いいでしょう。飛ばします。原案。はい。原案は、まあ、すぐ交流ポイントにしちゃいましょう。さあ、ここからですよ、勝負。310回引けますね。ということは、テンプ900が6人出るという感じでございますね。はい。そのうちにね、伊達政宗を引ければというところですね、これ。さあ、行きましょう、10連。任せて。はい。はいはいはい。いいよ。筆振っていいよ。あ、振らない。まあ、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。これで20、これ終わったら31回やったんだよね。さあ、ここ、SSR 誰ぞやと。里見したか。持ってる。もう、星もま、おーおー、ポターンだった。ごめん、飛ばしちゃった。前田敏。はい。まあ、テンプ800と850が2枚出たよというとこですね。次行きましょう。はい、40連目ですね。おっと、テンプ900じゃねえか。いいぞ。いいぞ、今回。ガチャ欲を抑えに抑えてきた。その反動がここで来てますよ。よしよし、いいぞ。いや、もうガチャ引きたくてたまんなかったの。めっちゃ我慢してたから、もう。それをね、癒してくれるかのごとく。おっと、来た小十郎。よしよし、いいぞ。キャキャキャ。よし、小十郎。まあ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 、いいでしょ。小十郎。ただ、ここで小十郎出たんだったら、是が非でも正宗引かないとねって感じですね。まあ、正宗の副将ですよ、これは鉄砲隊の。最略。これが強いんですよね。舞台の知力6パーアップして、で、先方発動速度もプラス10%と。これ強いんだよな。よし、次。50連目。任せて。はい。まあ、SSR は出ますよね。さあ、誰が来るんだい？一人が多いな。行きましょう。ボタンはもうちょっとしょうがないね。飛ばしちゃいましょう。私は1。お1。なんかお1来んな。なんでメゴ姫来ないんだよ。おー、吉掛来た。やさくれ吉掛。ボタンか。ボタン完全に飛ばしてるな。はい、出ましたよという感じですね。これ確定枠じゃなかったか。ごめんね。うん。まあまあいいでしょう。あ、次、60連目。任せて。あ？うん、そうだね。まあ、この名称ガチャでは、30、40連目ですね。お、筆を2回振った。ありますね。よし。どうする？ボタン。ボタンいいでしょ。さあ、ここ誰ぞやと。ちょっとシーズン5の武将少なくないですかね。ババッチか。鬼見のか。もうちょっとシーズン5の武将出ていいんじゃないですか。まあ2人出てますけども。どんどん行きましょう、どんどん。もう数えて忘れちゃった、これ。そろそろ50連じゃないか。参りま50連だったら、
シーズン5の武将確定だもんね。あ、違うか。そんなことないね。天賦900が確定か。50年で。名称と養生だから。さて、あとは誰が出るんでしょうか。ここ。おお、小十郎二人目来たー。え、これ天賦900確定だったっけ。え、ちょっと待って、一回戻るね。腕を磨いておきますね。あ、そうだ、今の回50連目だったわ。天賦900確定枠で小十郎シーズン5の部署引いたんすね。ちょっとごめん、提供割合見てなかったね。天賦900確定枠だと、なるほど、天賦900確定枠だとシーズン5の出る武将の確率が、53、55、65% じゃねえか。まあ、ほとんどシーズン5の武将が出るってことだね。なるほど。SSR 確定枠は 0.833 か。天賦900か。なるほどね。50連だったらほぼほぼ2分1以上にてシーズン5の天賦900出てくれるよっていう感じか。なるほどね。わかりました。行きましょう。さあ。SSR 確定の演出。あ、これ10連ごと出る。筆振ってくんないな、あんまり。距離か。うん。じゃあ、ここポタンか、ポタンじゃない？ここ。あ、メゴ姫だ。SR のメゴ姫だった。ここは？ここ。ここもメゴ姫？ここでポタン来てくれればいいのに。さあ、SSR 誰かい？あ、セッサイですね。G さんが来ました。はい、なるほど。まあ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 、いいでしょ。あ、どんどん行きましょう。ああ。ガチャこんな気兼ねなくポチポチできるの超気持ちいいわ。さあ、振ってくれないから2回。振らねえな。あ、でも2人出た。よし。まためご姫これ。いいよ、SR のめご姫はいいよ。さてさて、あと最後の2人が SSR と。誰ぞや、これめご姫でしょ。つるちゃん。めご姫来てくんねえのかよ。うさみさだみつ。まあ、しょうがねえな。まあ、行きましょう。ちょっとシーズン5の武将が全然出てくれないな。確定のところだけじゃねえか。占い師筆。一人。また姫武将。どんどん行きましょう。多分、ボタンが来たとしても大したことないでしょ、こんなの。はい。誰だい。そろそろいいよね、ご姫来て。来ないのかよ。まあ、鶴ちゃん。まあ、いいけどさ。はい。で、もうちょっとか。まだだね。まあ、SSR 確定枠しか出てくんねえじゃねえかよ。くそ。参ります。さあ。あれ。どっかでポターンですね。まあ、これはちょっとずつ見ていきましょうか。モーリータ。はいはいはい。9番目が確定枠ですね。ここだけポターンかな？伊達さん。うん。確定枠だけか。ここはボタンだと。誰だい？ああ、浮田直家。なるほど。まあ、850だからいいでしょ。はい。池田恒興。なるほど。で、次で多分100連目ですね。まあ、名称ガチャ100連目ですね。さあ、天賦900確定枠です。まあ、シーズン5、伊達政宗がそろそろ来てくれてもいいよと。いう感じですね。9人目確定枠だけか。いっちゃいましょう。トーン、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 ストーン。ここですね。さあ、天賦900誰だい？ああ、もう神よしゃ。まあいいでしょう。うん。まあこれはね、拾っとかないと。取っとかないと。よーし。いいぞ。もう神よしゃ。これは強いよ。うん。鉄壁、鉄壁強い。足止めプラス1が強い。で、これ、小水。これが強い。はい。って感じですね。よしよし、いいぞ。まだ210回も弾けるのか。天国みたいじゃねえか。よーし。行きましょう。参ります。さあ。ここは SSR 確定だけですね。9人目に。これもポターンだな。じゃ飛ばしていっちゃいましょう、どんどん。トン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 、日野の2トン。トントントン。昨日の2トン。さあ、誰だい？上杉影勝。なるほど。
思ったよりシーズン5の武将出ねえな。この下月祭がもうちょっと出てもよくね。ちょっと津軽為信とか出てないんですけど。任せて。さあここもとりあえず SSR が確定のみ。まあでもあれか、テンプ900か。あ、こう2人ですね。さあ誰だい。あ、和正ここですよ。誰おろく。なるほど。さあここ誰ですか。お、北条氏康だ。テンプ900出た。ノラで出やがった。ノラじゃないか、 SSR 単純の確定枠で出てきたのか。なるほどね。さああと何回だっけ、忘れちゃった。まだあと30連もあるわ。まだまだだ。任せて。はい、どんどん行きましょう。うん、これも演出的には普通。筆振ってくんねえな。距離確定枠だけ。これは多分そのままポターンもなさそうですね。おお、ポターンあったわ、綱重。あったあった。ごめんごめん、飛ばしてたわ。さあここ誰だい。はい、原節祭。なるほど。ちょっとシーズン5の武将全く出てくんないな。ちょっと出なさすぎでしょう。もうちょっと出てもいいよ、マジで。はい、参ります。さて、で振れよ、振ってくれよ、天空ペケ事件見せてくれよ、たまには。さあ行きましょう。まあこの辺ポターンが来てもどうせシーズン1の武将でしょう。さあここ、まあ綱重シーズン5の武将が出ないな。まあそれだな、小十郎2枚じゃちょっと。さああと9回、ここでテンプ900確定。ここはね、いよいよ伊達政宗が来てくれるような気がします。そろそろ来てくれないともうやばいですよ。6、はいはい。さあここはね、伊達政宗引いてくれないとちょっと心配になってきた。頼むよ。誰？羽柴秀吉。夢は天下じゃ。なんで 35% 引くんだよバカ者が。わー、秀吉かよ。まあいいでしょう。あと3回あります、テンプ900確定が。まあそこも目指してやっていきましょう。さあ行きましょう、どんどん。もうボタンもね、なんかそんな大したもの来ないし。さあここそろそろ猫姫来て。来ないな、受刑にか。猫姫来ねえな、猫姫来ないな。うん、筆も振ってくれないんだよな、マジで。マジで1回しか振らない。もうちょっと頼むよ、もうちょっとシーズン5の武将出して、マジで。シーズン1の武将ばっかじゃねえか。頼むよ。さあ、ここ誰ですか？アダミツ。しか言ってない。いやー、ちょっと、なんか嫌な感じがしてきましたよ。スタートね、50、お、ここで筆を2回。もう1回振らないか。最後の2人ですね。まあ、スタートちょっと56がポンポーンって出てくれて、おー、幸先いいじゃねえかと思ったけども、ちょっと停滞してますね、これ。最後にいい花火を打ち上げてくれよ。大阪。あ、ここは？あ、知るか。あ、ちょっと大丈夫これ。伊達政宗どうなの？出ないのこれ。大丈夫？出るよね。これポターンか、これ。9人目が確定枠だから、これ3人いますね、SSR が。さあ、ここ誰だい？コロク。コロク出るなぁ。コロクが出るなぁ。はい、ここ、ポターンですね。丸！おおっと、来た。まあいいや、テープ800だけど、やっとシーズン5の武将だ。鬼の厚な元。あともう一人いるのか。ああ、長秀。な元。ちょっとね。うん、まあいいでしょ、テンポ800だったら。ちょっと綱物が横に並んでますよ、これ。はい、ここ、テンポ900確定。いや、ここでそろそろね、ちょっと伊達政宗くん引いてくれないと、ちょっと伊達政宗ね、星3にしようとしてますんで、私。ここで出てくんないと、星3にならないよ。頼むよ。ここで引いても星2か、確定枠だけだ。さあ、誰？ん？来たよ、やっと来た。伊達政宗、よし。
よしよし。いいぞ。伊達政宗来てくれた。いや、これ強すぎるよ、伊達政宗、これ。マジで。ああ、これ強いよ。激震 50% 上昇は強い。威力も、発生もだし。うん。よかった。とりあえず引けた、伊達政宗。一枚。よし。最上義明も引いてますし。もうこれであとはウィニングランかな。できればね、星2とか3ぐらいまでしたいんですよね、伊達政宗。おっと、女性が2人。メゴ姫来るか？伊達政宗に引かれてメゴ姫が来るか？期待しちゃっていいんですか、これ。はい。いや、戦闘に。さあ、ここ。うわ、受験に。いいよ、もう。アマさんはいいよ、もう。はい。次々行きましょう。いやー、その、もう、今回な、筆3回振ってくんないな。あ、2回振る。2回か。3回振ってくんない。はいはい。誰だ？ちょっと喉が痛くなってきた、俺。さあ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 、ここ。誰だ？ノラで、マサムネ来てくれてもいいよ。秋崎。ノラで、マサムネ来てくれてもいいよ。あとに。来ねえな。おねえな。もうちょっと俺引きいいと思ったんだけどな。ノラでバンバンテンプ900引いてた時期とかあったんですけどね。おお、あれ？これ確定枠じゃないね。うん。テンプ900確定じゃない、ここは。ノラで。ノラで来たぞ。ノラじゃないかもしれないけど。ここか？ SSR 確定枠の中で、テンプ900持ってきたのか？ここか、ポターン。違う。違うな。ここか。ここだ。違う。あ、違うか。SSR 確定のところで、テンプ900を持ってきたということか。誰だい？ノップ。しかも、ノップか。しかも、今シーズン、ちょっとノップは作んないと思ってたんですけどね。来ちゃったな。まあいいや。まあいいや、行きましょう。さあさあ、行きましょう。ここから、腕を2回振ってくれる。振れない。まあこの辺は普通にポターンもなさそう。さっきからポターンもなさそうと言ってる時に限ってポターン来てる時があるからな。気をつけないと。さあ、ここ、数より、うん、もう星7以上なってますね。まあね、交流ポイントもね、全然なかったんで、これでだいぶ交流ポイント貯まりますね。さあ、テンプ900確定。ちょっとテンプ900確定ですよ、ここ。何このショップ演出だけど2回振る。もう一回振らない。ここですね。9人目が確定枠です。おいちゃん。さあ、誰？まずここいいよ。あー、無用式いいよか。はい、ここ。テンプ900確定。マサムネ。おー、津軽為信だ。よし、関羽雲長ですね。来てくれました。うん、最後は虎種か。まあ、でも、パッと見ですけど、これ強いよね、これね。うん。まだ下、ええ何これ、下あったよ、これ。ええ、これバグ、これバグですね。これどっちが本当の効果なの、これ。これ下の効果が本物っぽいですね。上はちょっと、テキストの消し忘れじゃねえか、これ。攻撃対象が物体の場合、対象に破壊 300% の攻撃をし、範囲内の敵2部隊に小鎮同様付与して、地落 300% の攻撃と。で、待ち伏せ命令実行中の部隊を優先して攻撃。何これ？この下の効果だったらめっちゃ強いじゃん。こっちよりはるか。あ、でもこっち同様か。あ、こっちもあるか。あ、でも敵2部隊か。こっちは敵3部隊か。で、こっちは、一つの対象が物体だった場合、それに 300% の攻撃をしてくれて、範囲内に他に敵2部隊いれば、そっちに小鎮同様付与して、地落 300% 攻撃か。これ下強いな。上も強いけど。これ多分下じゃないか？うん。上は間違ってる、そう。前方のテキストにバグがあります。どっちが本当の効果でしょう。はい、次々行きましょう。参ります。腕振らねえな。3回振ってくんないな。さあさあさあ、でもこの辺はパッパ行っちゃいましょうか。この並び、パッと見、あれですよね。何の期待も持たない、並びですよね、これ。この
しかも吉川家か。はい、行きましょう。任せて。さあ、札は光りました。腕は光らない。おー、でも2回振る。いや、そろそろ3回振らないな。3回2回ね。よし、まあ、名称投与は10連やれば、SSR が2枚は出てくれる期待値ですね。さあ、ここ。宮下流し。わあ、やっぱシーズン5の武将なかなか出ないな。普通の10連の確定枠だけじゃ。厳しい。まだ全然出てない武将いっぱいいるよ。あと誰だ？メゴ姫出てないよね。あと、あれか。南部春政か。はい、ここ。ちょっと、大元先生、来すぎじゃない？うん、来すぎじゃねえか、君。あと20回で天秤屋確定と。いや、伊達政宗、星1か星2にしたいよ。ちょっと、野良で来てくれていいんだよ。ノラで一回テンプ900、北条氏政が来てるか。羽柴秀吉も来てるか。さあ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 。はい、ここ。勝つか。ここでテンプ900確定ですね。まあ、確率的にここが、伊達政宗重ねられる最後のラストチャンスか。筆は振らない。確定枠だけっぽい。まあ、トントン行こう。トン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 。さあ、ここ誰？政宗、頼む、政宗！ああ、継がるための部か。まあ、いいでしょ。まあ、いいでしょ。ってことは、小十郎が2枚に、最上義明が1枚。で、継がるための部が2枚って感じですね。あと10枚やるか。よし。さあ。ここそろそろちょっと野良で政宗来てくれてもいいんじゃない？腕を2回振ったぞ。2人？なるほど。はいはいはい。ああ、5、6。宮下流し。まあ、メゴ姫が出ねえな。家業の感情20連。で、名称投与が約310連ということは330回引いたという感じですね。さあ、残りこっちも引いていきましょう。了承投与ですね。まずここ1回の時間のやつの無料ですね。これはまあ飛ばしちゃいますよ。はい。で、こっちがね、あ、150枚かということは、480連か。あ、500連ねえわ。これで490だもんね。一般投与入れて。任せて。これはちょっと飛ばしちゃうけど。ああ、ちょっと、よいしょ。こっちも引いていきましょう。まあ、了承投与だからね。こっちはあんま期待できないかな。一応提供割合見ていこうか。0.003% だもん。まあ、出ないよね。まあ、こっちは、30回引くと SSR 確定なんで、そこだけちょっと見ながらやっていきましょうか。やっぱね、そこで、シーズン5の武将をもうちょっと出したいよね。できればね、全員出しちゃいたい。任せて。やべ、飛ばしそうになっちゃった。危ない。いやー、しょぼいね。どんどん行きましょう。任せて。はい、次行きましょう。どんどん行きましょう。ここで SSR 確定ですね。はい。参ります。あ、テンプ900はなさそう。腕も振らない。確定だけ。確定枠だけっぽい。ああ、でもなあ、ちょっと、伊達政宗もう一人ぐらい来てほしいんだよなあ。そしたら、小十郎、星2、伊達政宗、星1ぐらいで、あ、じゃねえか、小十郎、星1、伊達政宗、星1で、なんかね、いい感じで組めそうなんですけど、組めねえか。これはしょぼい。ちょっと飛ばしちゃうよ、これ。はい、次。だんだん飽きてきた。はい、次行きましょう。無理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 。この演出無理。で、ここで SSR 確定ですね。さあ、頼むよ。参ります。うん、振らない。これも確定だけっぽいな。ポターンもなさそう。ああ、
あ、いつのガチャ動画だったっけな。了承投与の方でバンバン SSR 引いた覚えがあるんだよな。全部900。その頃のいい記憶が残ってるから、あれですけども。うん。今一歩。演出もしょぼい。飛ばしてまーす。はい。しょぼいな。了承投与上こんなもんか。演出はダメ。はい、ここで SSR 確定。ここはサクサクいきましょう、もう。まあ、まあ、伊達政宗出てくれたから、よしとしましょうか、今回はね。トータル的に。SSR 確定だぞ、ここ。なんだ、今のしょぼい演出は。今回、鈴ちゃん、ちょっとご機嫌斜めだね。さあ。せめてシーズン5の武将がいいよね。マジ来ねえな。マジメゴ姫来ねえな。あ、そう。どんどん行きましょう。任せて。うーん、ダメっぽい。うん、ダメでした。はい、次。任せて。さあ。うーん、まあ、ダメっぽい。ダメでしたね。任せて。ああ、SSR が確定。札は光らない。筆が金色なだけ。うん、これもしょっぽい感じですね。ああ、確定枠だけ。うわ、全然ダメだな、了承投与の方は。さあ、ここ。誰？いや、マジでシーズン5の武将来ない。馬場信春、ちょっとこれ、星7になっちゃうんじゃねえか？任せて。うん。うん、ダメ。参ります。次。もう、あと20回しかないよ。うん、ダメ。いやー、ここでラストですね。行きましょう。任せて。うん、光れ。あー、筆光らない。しかも2回振らない。いや、確定枠だけっぽいですね。はい。行きましょう。どんどん行きましょう、これは。はい、ここ。シーズン5の武将を攻めて。なんだよ。さあ、ダビつか。まあ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 。はい。以上でございます。さあ、皆様もどん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 ガチャやっていきましょう。みんな豊城貯めてたんでしょ、どうせ。はい、そんな感じでございましたと。はい、それでは今回の動画が少しでも面白かったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。